北スタイルをご覧の皆さん、どうもこんにちは、北野亮です。よろしくお願いします。さて今回はですね、日本のアマルフィと呼ばれている、和歌山市の、雑賀崎漁港を目指しております。なぜ日本のアマルフィなのかというと、海沿いがあって、その海沿いの、車形のところに街並みが並んでるんですけども、そこのね、風景がちょうどアマルフィに似てることから、日本のアマルフィということで SNS でね、拡散されて、それが有名になった、それで有名になったっていうね、その場所を、今回目指しております。でもぶっちゃけね、雑賀崎がね、そんな有名になるとは思ってなかったんですよね。その子供の頃からね、よく釣りに行ったりとかでね、雑賀崎はよく行ってたんですよ。で、その頃は SNS なんかもない、インターネットなんかもない時代だったので、そんな場所がね、有名になるなんていうふうなことは、みじんも思ってなかったんですけどね。だからそういう意味ではね、SNS の威力ってすごいなーってね、ちょっと感心させられましたね。で、その雑賀崎に向かう途中にね、ちょっと面白い道があって、結構ね、傾斜のある道があるんですよね。で、そこをちょっと走りながら、ちょっと雑賀崎漁港を目指したいなと思ってます。バイクといえばね、最近どちらかというと普段は通勤用として使ってて、休みの時は YouTube のね、動画の編集をやったりとかね、そんな感じでバイクでどっか行くってことがね、あんまりなかったんですよね。こうしてね、ソロでツーリングすることがないので、これを機会にね、いろんなところでね、ちょっとソロツーやってみようかなっていうふうに思ってます。結構和歌山はね、なんだかんだその撮影スポットとして有名なところっていうのは結構あったりするんですよね。日本のエーゲ海とか、和歌山のエーゲ海と呼ばれてる白崎海岸だったりとかね、日本の朝日夕日百選円月島だったりとかね、そんな感じで結構いろんなそのスポットはあったりするんですよね。そういうところを巡っていくのもいいかなとは思ってるんですよね。で、普段カメラもやってるんで、できればね、デジタル写真集なんかも作りたいなと思ってて、で、それのための、写真もね、これからツーリングしながらね、撮りためていこうかなっていうふうなことを考えてます。バイクに乗るようになってからもうそろそろ2年が経った頃かな、2年経ったんですけれども、バイクの免許って最初免許取得してから1年間はね、2人乗りができないんですよね。で、その1年が経って、2人乗りができるようになって、あと1年すれば3年ということで、3年経ったら高速道路でも2人乗りができるようになるんですよね。なんですけども、肝心の彼女がいません。全く虚しい限りですよ。何がいけないんだろう、まったく。さて、ここでね、雑賀崎漁港に降りるね、道があるんですけども、ここがまたね、すごいなかなかの傾斜なんですよね。こんな感じでございます。こんな感じでね、車の対抗をするのもね、難しいっていうぐらいのね、道なんでね、なかなかのね、ハードコースですよね。あそこですね、見え、今ちらっと多分映ってるかなと思うんですけど、あそこがね、日本のアマルフィと言われている雑賀崎のね、スポットでございます。だってこの辺で、カメラを構えてちょっと撮影をしたいなと思ってるんですけども、どこにあるかな。この辺とか良さげかもしれないな。あ、これいい感じだな。この辺で撮影しようかな。お、いい感じだな。すればちょっと他にもね、面白いスポットがもしかしたら上の方から撮れるかもしれないので、ちょっと探してみようかなと思います。
そういやバイクの免許を取って2年ぐらいだって話したじゃないですか。2年前にそのバイク取得した時はたまたまねちょっとお金と時間があったのでね、前々から取ろうかなと思ってたんで、それで取りに行ったわけですよ。でそしたらねなんかちょうどねなんかバイクブームが起き始めた矢先みたいだったみたい で今結構YouTube とか見たらモトブログ始めましたっていう人が結構多いんですよね。あれ見てるとねなかなかチャレンジャーだなと思ってるんですけどね、なんかこうバイク乗りになれる前から結構ね納車のところからね撮影とかやってるんで、それはすごいなと思いましたね。僕自身はその前のねバイクでねモトブログ何回か撮影したんですけども、撮影しながら走るっていう行為がねなかなか慣れなくてあまりやれなかったんですよね。で最近になってまあようやく再開したわけなんですけども、だからそういう意味ではねみんなチャレンジャーだなって思いましたね。ここではない、ここじゃないな、スポットはかないかな、どこかな、んこことかどうなんだろう、ここは微妙だな。ん、もしかして、あ、ここなんかよさげだ、ここよさげだな。よし、ここで撮影しよう。はい、という感じでね、個人的にはね、満足のいく形で2本したかんだ日本のアマルフィ雑賀崎をね、撮ることができました。また今後もねこういったツーリングスポットというか景色のいいところをね走って写真でバンバン撮ってインスタグラムとかにね上げたりとかっていう感じでしてきたなと思っているのでよろしくお願いします。概要欄のところにツイッターとインスタグラムとそれからホームページとね、それぞれリンクを貼ってあるのでね、よければねそちらの方も参照、もしくはフォローの方よろしくお願いいたします。以上北のスタイルをお届けしました。ありがとうございました。